部屋から見るオーシャンビューは最高ですね。海は綺麗だし、潮風が心地いいです。海の波の音しか聞こえません。プライベートビーチですね。部屋は8畳まで広くて落ち着けます。バスルームは狭くて、入る気がしませんね。最近は、部屋の風呂も入りたくなるのですが、ここはダメです。狭すぎる。7000円で1泊2食付きは安い。安すぎる。早速ですが、大浴場に行きましょう。ヒノキの湯ですね。ありました。ありました。大浴場。大浴場といっても、狭い更衣室です。温泉は良さそうです。お風呂は最悪でした。2畳間くらいの浴槽に3畳間くらいの洗い場。10人以上の人がいて身動き取れないし身体がぶつかり合うので気持ち悪いです。風呂の後は、カラオケです。歌って楽しみましょう。風呂上がりのビールはうまいです。歌を歌って、気分最高。飲みすぎないようにしないとね。夕食が食べられなくなります。夕食バイキングの時間になりました。でこちらのカードのお帰りの際に裏返して、テーブルの方に置いてください。伊藤園のいつもの夕食バイキングです。今回は、寿司フェアです。チョコレートケーキがうまそう。疲れているのかな?甘いものに目が行きます。大好物のエビの天ぷらがない。少し残念。です。おお、さすが、寿司のフェア。マグロが3種類もあります。アナゴ寿司がうまそうです。マグロの寿司、アナゴの寿司、飛ぶように売れていますね。補充が大変そうです。そして、締めはいつもはエビ5本天丼ですが、今回はエビがないので、キス天丼。いまいちですね。部屋に戻りました。帰りは、西伊豆周りで帰ります。
途中ところてん食べて。今回は、天気にも恵まれて最高のツーリングでした。東名高速の中井パーキングで解散となりました。